はい、ダブルタッチですね。はい。まあ、スキル4から出せて、入力がとても簡単で、L1 と右スティックを進行方向横に傾ける。まあ、非常にシンプルなスキル。まあ、毎年強いっすね、ダブルタッチ。今年もね、まあまあ強いと思いますね。今年はまあ2連続ぐらいのダブルタッチならね、全然、まあ許容範囲で、そこまで足元から離れることもなくね、とても強いと思います。はい。まあもちろんね、1回止まった、まあ去年結構流行ったこのダブルタッチも結構全然使えるんでね。はい、ありがとうございます。はい、フェイント、フォワード&ターンでございます。はい、今作からね、新しく追加された新スキルですけどね、とても強いですね、やはり。まあ、スキル2から出せて、入力がとても簡単で、まあ、右スティックを進行方向を後ろに2回フリックする、まあ、とてもね、簡単なスキルなんですけど、とても強い。特にペナルティエリア内でとても強いと思いますね。はい、おそらくですけど、ドラッグバック、ドラバするより多分このスキルやった方が強いんじゃないかなと僕は思います。はい、はい、ルーレットでございますね。はい、スキル3から出せて、右スティックを進行方向に後ろからぐるっと1回転する。ほんと簡単な、まあ、毎年あるシンプルなスキルなんですけど、今年はね、ちょっと強くなってる気がしますね。はい。まあ、こんな感じで足元から離れにくくなってる。それプラス加速、ルーレット後ダッシュすればちょっと加速してくれるんで、まあ、例年よりは結構強いんじゃないかなと僕は思いますね、ルーレットは。はい、こんな感じで。ルーレットはね、なかなかいいと思いますね。はい。まあそんな感じでね、今作 FIFA21 で強いなと思ったスキルでした。ありがとうございました。